ジョバニ・アレックス・ドス・サントス・ラミレスは、メキシコ・モンテレー出身のサッカー選手。クラブアメリカ所属。メキシコ代表。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。メディアによっては、ジオバニ・ドス・サントスとも表記、呼称される。なお、ジョバンニではなく、ジョバンニであるため、ジオバンニ表記は誤り。FC バルセロナ・バルセロナ時代13歳で、 FC バルセロナの下部組織であるラマシアに入る。2005年に16歳でバルセロナ B へ昇格を果たし、翌2006年夏のプレシーズンツアーにトップチームの一員として帯同。7月29日にはデンマークの AGF オーフスとの練習試合でトップチーム初出場を果たしゴールも決めた。翌2007から08シーズンもプレシーズンツアーに参加。 8月7日に行われた横浜 F マリノスとの親善試合ではゴールを決めた。9月2日のアスレティックビルバオ戦の62分にティエリアンリとの交代で出場し、18歳と114日でリーガーエスパニョーラ初出場。同月19日の対オリンピックリヨン戦で79分にシャビトの交代でチャンピオンズリーグデビューを果たした。リーグ最終戦のレアルムルシア戦では、 リーガー初得点を含むハットトリックの活躍を見せた。トッテナムホットスパー FC2008 年夏、イングランドのトッテナムへ完全移籍。移籍金は600万ユーロで、契約期間は5年と報じられた。出場機会を得ることに苦しみ、2009年3月にチャンピオンシップのイップスウィッチタウンにシーズン終了までレンタル移籍した。翌2009から10シーズンも冬に、 トルコのガラタサラエ、2010から11シーズンも冬に、ラシン・サンタンデールへ、レンタル移籍。4年目となる2011から12シーズン開幕前には、セビージャ、ビジャレアル、ウディネーゼから関心が寄せられたが、強引には至らず残留。トッテナムで初めて、フルシーズンを過ごしたが、リーグ戦では7試合の出場にとどまった。RCD マヨルカ2012年8月。 RCD マヨルカへ完全移籍。ビジャレアル CF2013 年7月、マヨルカの降格に伴い、ビジャレアル CF へ移籍。ロサンゼルスギャラクシー2015年7月16日、4年半契約でアメリカのロサンゼルスギャラクシーへ移籍することを発表した。ユース2001年のダノンネーションズカップでは、得点王と MVP を受賞。 2005FIFAU-17 世界選手権ではチームの総得点の半分をアシストする活躍を見せ優勝に貢献。アンデルソンに次ぐ大会優秀選手賞を受賞した。2007FIFAU-20 ワールドカップではグループリーグのガンビア代表戦、ポルトガル代表戦、決勝トーナメント1回戦のコンゴ共和国代表戦の3試合連続で先制ゴールを記録。 チームは準々決勝でアルゼンチン代表に敗れたが、自身はセルフィオ・アグエロ、マキシミリアーノ・モラレス次ブロンズボールを獲得した。A 代表、オリンピック代表メキシコ代表での序盤に、ウーゴ・サンチェス監督により招集され2007年9月9日のパナマ代表戦でメキシコ A 代表デビュー。2009年6月25日のベネスエラ代表との親善試合で、 初ゴールを含む2得点。同年の2009コンカカーフゴールドカップでは、大会 MVP に選ばれる活躍でチームを優勝に導いた。翌年に、南アフリカで開催された 2010FIFA ワールドカップでは、全4試合に先発フル出場し、ベスト16入りに貢献。2011コンカカーフゴールドカップでは、背番号10を与えられ、全6試合に先発出場。 開催国アメリカ代表との決勝戦では4点目のゴールを決め、メキシコの6度目の優勝を決定づけた。2012年夏にはロンドンオリンピックに同年代のエースとして参加。ブラジル代表との決勝は欠場したが、それまでの5試合で3ゴールを挙げ金メダルに貢献した。国際 A マッチ104試合19得点。ありがとうございます。